どうも、チャンネルせっかちのゆうたです。これから金沢に向かっていきます。就職転職試験のためでございますね。あとはまあ不動産屋さんもあったりとか、ちょっと今回はねしたいと思っております。嫁は今回連れて行かず、この前は二人で行ったんですけど、今回はちょっと一人で勝負しに行くということで、ちょっと頑張っていきたいと思います。救急無線を受信しました。今日に限ってね、雪降ってんすよね。まぁ、ちょっと道中上越とかも通るんであれなんですけど、まあ頑張っていきたいと思います。よろしくどうぞ。今は長岡あたりか、長岡あたりですね。なんやかんやと来ました。はい。ですね。そう、こうやってなんか車内で撮るチャンネルせっかち始める時点、にあたってですね、車で撮るのもいいなと思って、まあ嫁とかがいればね、撮れるんですけど、こうやって一人でもなんかこう喋りながら撮るみたいなちょっとやりたいなと思って、わざわざこのフォルダっていうんですか、買ったんですよね。なかなかちょうどいい価格で撮るのこれ意外とむずいんだなって思ったんですけど、まあ、そもそも撮るためのものでもないのか、なんかこう何か見ながらナビとか見ながらみたいな感じなんだと思うんですけど、こういうのはカズチャンネル皆さん見てます？カズチャンネルのカズさんが割とこういう感じの価格で、もうちょっとこっちかな感じで撮ってたりするんですけど、ちょっとそれに憧れてね、ちょっと撮影次第でございます。なんかさすがに3時間半とか4時間とかで、まあ暇っていうのも、あと音楽だけじゃね、なかなかこうなんていうんですか、潰しきれないので、まあ音声コンテンツ作ってみたりとか、こうやってなんか YouTube のネタを撮ってみたりとかしながらちょっと向かいたいと思ってます。あとは今回ね、転職の試験のために向かってるんで、ちょっと面接のイメージとかを膨らましながらも向かいたいなと思っている次第でございますね。今柏崎ぐらいまで向かう感じですね。とりあえずね、なるべく休憩なしで行きたいなと思います。自分が漏れる感覚ってむずいですね。しかも今ワックスも何もつけてなければ、なるべく目に負担かけたくないと思って、今年は結構メガネで過ごすことが多いんで、今年からね、なので全然漏れてなくてすいませんっていう感じですね。すいませんっていうか、誰に謝ってんのっていう感じなんですけど、1回目の休憩でございます。昨日ね、曇ってるしっていう感じです。ご飯マジでどうしよう。あとこれで半分ぐらいですね、神奈川まで。残りの運転も頑張りたいと思います。不動産屋さんもある元気があるのかっていうね感じです。へいへい。よし、休憩終わってあと1時間半ぐらいですね。頑張ろう。本当にご飯何食べるのかな。なんか今回の旅に関しては名目も名目なんで、あんまりお金使いたくないんですよね、正直ね。ボーナスが出たばっかりといえどね、来週結構いろいろ使う部分もやっぱり大きいので、今回はねあんまりね、だから金沢行ったっつっても美味しいものを食べたりとかあんまりしたくないっていうのもあるから、食べれりゃ一番いいんですけど、まあ、嫁と一緒でもないんで、あとはね、なんか別にどこ行くにもかかわらずね、あんまりこう
崩したくないっていう気にも僕は思っているなっていて、だからなるべく夜とかはサラダとかサラダチキンとかもそんなんでいいかなっていう感じなんですよね。はい、カナダに着きました。謎スーパー腹が減ったんで何も食ってないというか、まあプロテインバーとか食ったんですけど、アルビスという新潟県民がした謎のスーパーにがあったので、ちょっとねここで時間を潰しつつ飯を食って不動産屋さん行きたいと思います。はい、物件不動産屋さん見まして、今、石川県白山市のビジネスホテルに向かっております。全泊でね、不動産見てきたんですけど、やっぱね難しいっていうか、まあ分かってたことなんですけど、やっぱ100点はないっていうか、条件の100点はないというか、今住んでるアパートが条件にこうマッチングしすぎてて、なんか今住んでるアパートめっちゃいいアパートなんだなって改めて思いますね。あの10月も不動産屋さん回ったんですけど、いや本当そう思いますなという、ワクワクする気持ちが半分と、こうなんか現実に向き合わなきゃいけない億劫さ半分っていう感じで、まあなんかこの気持ちはこうなんか今でしかこう体感できないなって思いながら、いますね。まあ明日もそう思うんでしょうけど、で明日も不動産屋さんもあるんですけど、明日の方が本命というか、あのここいいなっていうところを一個見させてもらえるので。今野々市市、金沢市を抜けて、野々市市を抜けて今白山市のところに向かってるんですけど、これ新潟で言うと、これ新潟の人しか分かんないけど、新潟で言うとこれなんか燕三条を越えて長岡に行くみたいな感覚だなって今思いながら走っています。野々市市はね燕三条ですね。なんかこういやもう全然距離感とかも全然違うんですけど、なんかもう新潟で言うとみたいになっちゃうんですよね、やっぱね、長く住んじゃってるからっていう感じですね。でもやっぱり新潟と距離感がやっぱり圧倒的に違うというか、なんか市もすぐ抜けられるっていうか、その分道が狭かったり、なんか結構混んだりするんだなっていうのはなんか、まあ、10月も思ったんですけど思うので、まあよしあしかなと思うんですけど、だからなんかこうきっと住んでみて、なんか金沢住みここが住みやすいポイントだなとか住みにくいポイントだなとか、新潟もなんかなんだかんだやっぱいい土地だったなってきっと思うんだろうなっていうのはなんか想像ついてるんですけど、でもまあね結局なんか何でも体感しないと分かんないなと思って、ちょっと住んでからも住む前からもちょっといろんなことを感じながらやれたらと思います。でも本当に結構不動産屋さん行ったりとかね、なんか正直な話、これはなんかなかなか言えないですけど、やっぱねこう金沢来てもよし旅行だウキウキってならないんですよねなれよって感じなんですけど、なんだろうな前こう旅行で来てた時とかはですね、なんかこう旅行だウキウキどこ行こうかなウキウキってなったんですけど、やっぱねなんかこう現実と向き合う場所でしかなくなってしまったので、よくもあるとなんかそういうウキウキ感はもはやないですね。でもなんか住むことを決めないとどこかに行ってそういう気持ちになるってことはないので、なんかこれも貴重な経験だなって思いながらね、今そんなことを楽しんでいます。というわけで、ちょっとホテルに向かって、イオンモール白山に来てます。去年、今年の夏にできた新しい白山市のモールらしいんですけど、スノピガール、うん、これ外観でも上田さん2倍ぐらいなんですね。綺麗なスノピってね、これはすごいわ。はい、というわけでね、感じでもう
ぐるっと30分ぐらいマジで全体的に見てきたんですけど、すごいっすねこれ。あのうちの嫁だったら3日ぐらい入れるんじゃないかっていう感じでしたね。まあ、なんか来てからの楽しみがなくなるんで、あんまりあのしっかりは見てないというか、本当にぐるっとエリア回ってきただけなんですが、いやこれはねすごいわ。あの住んだらぜひ、毎週来るんじゃないここっていう感じですね。いや本当にこれはちょっとカメジャスと一緒にしちゃいけないですね。というわけで夕飯食べて戻ります。はい、ホテルに着きました。これからお風呂入ってちょっと明日の予習というかね、あれをして、寝ようかなと思うんですが、これ嫁からもらった、なんかね、カツって書いてくれてですね、なんかパッキングしてくれて、自分の好きなもの、あとお風呂の入浴剤とかね。いやーなんか初めて、いや初めてじゃないけど、いいやつだなって思いましたね。なんか、うちの親がですね、嫁の家族との顔合わせの時に、こう、酔っ払ったおかんをこう擁護してですね、いいやつなんですっていう表現をしてたんですけど、なんかその気持ちはすごくわかる。なんか嫁がいいやつっていうのはまあなんかいいことだなと思いましたね。ありがたい。おはようございます。試験当日の朝でございます。試験は10時からなんですけど、6時過ぎに起きて、なるべくねこう いつも通りの朝を過ごしてこう本番を迎えるっていうのをしたかったので。6時過ぎに起きて、筋トレとかね、運動とかランニングとかいろいろして、インプットもね、変わらずして、あんまり変わらずして、まあ、今に至るというわけですが、やっぱね、これ試験1時間前なんですけど、いや緊張するですね。まあ、こんなん撮ってる場合じゃないんですけど。まあなんか、こう、ここに来るまでいろいろ、昨日の夜とかもね、ちょっと出かけたりしながらいろいろ考えてたんですけど、まあこれ試験、落ちても別に死ぬわけじゃないしなとか、まあ、死ぬわけじゃないし、かといってなんかこうやって金沢に移住をするって決めたけど、結構逃げ場がないのはやっぱ精神的に辛いなっていうのはなんか思ったりもしてて、まあ、昨日もね物件を見に行ったりして、なんて言うんだろう、こうなんか100点の物件やっぱないなとか思ったりして、だからなんか今志望してるところに受かるのが、まあ、再チャレンジとか、もし落ちちゃってもね再チャレンジしようかなと思うんですけど、やっぱなんか死ぬわけじゃないけど、やっぱり一回きりの人生だし、決めたことではあるけど、なんか100点とかやらなくてもね、80点とか90点とかを取れないとちょっとやる意味ないなと思ったりしてて、まあ、移住をしてからその結果100点だったなってことを目指すことはできるんですけど、なんかなるべくこうやっぱり満足のいく形でやっぱり春を迎えたいなっていうのを思ったので、なんかここにやっぱ受かれないとあんまり意味ないところもやっぱりあるし、なんか心持ち新潟に残るっていう選択肢もまあ辞表出してるわけじゃないから、この時点でね、なんか心持ちとして残しておいてもいいのかなっていうのはなんか夜昨日思ったりしましたね。かといっても受かるつもりで全力でやるし、もう受かってしまえばねもう行くしかないんでっていう感じで、なんかそういう心づもりでちょっと今日は臨もうかなっていうのがなんかこうぼんやりと昨日の夜から考えた次第でございます。っていうかこれこの動画、まあ昨日からいろいろ取りためてるんですけど、これ受からなかったら多分使えないんですよね。からそういう意味も込めてね、なんとか自分の思いはね伝えてきたいなっていうふうに思います。こう企業側がねどう判断するかっていうのはちょっとわからないので、なるべく
ここに行きたいんですっていうのはちゃんと伝えて、帰っていきたいなというふうに思います。まあ夜とね、あとはもうスーツ着て面接の練習をもう一回最後して、臨んでいきたいと思います。はい、転職試験終わりまして、とりあえずまた不動産屋さん巡りの旅ということでやっております。いやもうね、怖かったっすわ。30代からの転職活動マジ怖え。まあね、受かってないんで何とも言えませんが、ちょっとこの動画をちゃんと使えることを本当に願うばかりですね。いやしかしもう緊張、やっぱ緊張しましたね。本当に緊張してるときって緊張してるかどうかさえもちょっと自分で分かんないんですよね。菅さんのオープニングアクトをやったときも菅さんに緊張してたって言われたんですけど、なんかいやするだろうっていう感じですけどね。でなんか今日中に結果来るらしくて、ちょっとこれ使えりゃまた取るんですけどっていう感じです。なんか今日の夕方下手すりゃっていうか、うまくいけば結果が来るらしくてですね、非常に戦々恐々とするんですが、まあ待つしかない、普通に過ごして待つしかないし、もしその通りなんだとしたら夕方にですね、夕方はまあ僕新潟帰ってるんで、新潟帰ってる途中になる、多分ね長岡とか上越とかにいるんじゃないですかね。そんなとこで一人で結果聞くのみたいなね感じなんで、ちょっとなおさらに超おっかねえなって思うんですが、まあもう待つしかないんで、しやることある、いろんな意味でやることはもうやったと思うので、もう面接の練習だってハローワークに頼れず、もう嫁に付き合ってもらいながら一生懸命やったし、今日の朝もしてきたし、まあ、役に立って使えたかと言われればわかんないですけど、まあその分人間味は出せたのかなとか思いながらね、っていう感じですね。いやーでもなんかすごい自分がちっぽけに思えますね。なんかいざ転職活動とかするとなんか何にもできないんだなみたいな感じで、っていう感じです。はい、なんでちょっと結果を待ちます。はい、帰路についてます。というわけでですね、今富山ぐらいですかね、なんですけども不動産屋さんも見て、帰っております。今回これまとめ動画になると思います。いやーなんかもう一人で行ってるんでね、カメラにも語りかけるなんか絵ばっかりになって申し訳ないんですけど、まあお試し、これをまだねこうチャンネルを始めるにはとってもお試しって感じなんで、まあ許してください。もともと移住をした時になんか俺のことあんまり嫌いじゃないやつがなんかこいつ元気できてんのかなみたいな感じで確認できるノリのものとして、いや、いろんな人を見ていただければ一番いいんですけどって思って始めようかなっていう感じだったりもするので、まあそんな感じです。でですね、なんか不動産屋さんも実は今日見た物件が結構本命というか、まあ、家賃的にも立地的にもなんかいろいろ現実的かなと思って今のところね行ったんですけど、やっぱりなんか思った通り良くってですね、その物件が。なんで結構このままなんかいろんなことがトントンといけばなんかここに決めたいなっていう今のところの所感で、なるべく早めに抑えられる分抑えちゃいたいなという感じだったりもいたしますね。はい、やっぱりねなんか住まいって大事じゃないですか。大事でしょう、大事じゃないですか、大事じゃないですか大事なんですよ、大事でしょ、そう大事なんですよ、ですね。で今住んでるアパートもこの先左からの合流車両に注意してください。すごくビビッときて何年も住んだアパートだったりするんですよね。庭があったりとか、交流スペースがあったりとか、コミュニティがちゃんとあってとかっていうところだ
ったりもするんで、なんかなかなかそこからここがいいなって思える、まあ綺麗だったしね、だったしっていうか、まあ綺麗だし、そう来ないんですけど、まあそこに関してはこう川沿いで、まあ、住んで、もしちゃんと住めたらルームツアーなんかもやりたいなと思うんですけど、って思うんですけど、なんかすごいこう川沿いでロケーションも良くて、春にはこう桜の木が完全にあって、で石川県の大都市になって、浅野川でしたっけね、浅野川っていうところがあってっていうの目の前みたいなロケーションですごく良くて、どうせ数年移住して住むんだったら、こうなんかやっぱりその綺麗なところ、まあ、築年数みたいなこともそうですけど、なんか綺麗なロケーションの中で住みたいなとか、僕の場合結構日当たり重要で加速になるんですけど、新潟方面の上流です。でそこも結構ちゃんと南向きだったりして、いやーええんちゃうかなっていうだけで、あとまあ帰るまでが旅なので、しっかり帰りたいと思いますが、まあ、多分この帰っている途中でね、多分コーヒーが出て、まあ、先ほども言ってるようにそこでこの動画を使えるかどうかも決まってしまうので、ちょっと本当受かってほしいな、なんか信じているけど自分も信じなきゃと思って、受かるって思ってこう時間を今過ごしてるけど、分かんないじゃないですかやっぱりね。なんか受けてる人いっぱいいたし、やたらになんか人材不足って言われてる中、そんななのすげえなって単純に思いますね。だからその遠征組っていうことも含めてこうなんかね、やってほしいなって思うけど、まあ、こればっかりはもうあと分かんないんで、この動画がちゃんと使われてることを伝えることを願うばかりでございます。というわけで、気をつけて帰りますの で、 でこれ実質2本目とか3本目試してこうポンポンとアップロードしてるので、2本目とか3本目の動画になるかなですね、お試しでっていう感じで分かんないんですけど、なので予定ではこの動画を皮切りにちゃんとこう自分のインスタにも紐付けたりとかするつもりなので、まあチャンネル良ければチャンネル登録とか、まあ、こういうのだけじゃなくて、なんかちゃんと情報として、情報コンテンツとしてもこう機能するように、なんかいろいろ発信、自分なりに発信してみたいなと思っているので、ゆくゆくはね、前みたいにこう音楽のコンテンツもちょっとやってみたいなとか、いろいろ野望はあるんですけど、とりあえずこれを皮切りにっていう感じで考えている予定なので、あれですね、ぜひ、ね、チャンネル登録などなどしていただけたら嬉しいなと思っております。覆面がいるマジ怖え、そんなわけで、